にちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。僕は普段からいろんなものをですね、こう紹介してるんですけれども、まあ、物を選びの感覚って結構パズルのピースを埋めていく感覚にすごく近いんですよ。例えばこうお気に入りのペンを買ったら、それをこう包む筆箱が欲しくなったとか、あとはカメラを買ったらですね、まあ、それにつけるこうストラップが欲しくなるっていうような感じで、どんどんですね、こう身の回りのものをつながるように埋めていって、まあ、最終的にですね、まあ、その結果的にこう理想の暮らしができたらいいなという形で、こう物を日々集めています。で、最近ですね、その新しくそのパズルのピースでこう埋まったものがありまして、それがね、こちらなんですよ。この、ハサミですね。結構このハサミってこうどの家庭にもあるものだと思うんですけれども、あんまりこうちゃんと選んで使っているっていうのが結構珍しいかなと思うんですね。で、そんな中ですね、まあ、僕もまあずっと昔からこう使っている、こうまあいつの間にか持っていたハサミっていうのをこう使っていたんですけれども、まあ、あんまりこうまあ切れ味も良くないし、まあそろそろですね、まあ、ちゃんとこう自分のこう気に入ったものを見つけたいなっていうのをずっと考えていたんですけれども、まあ、そんな時にですね、見つけたのが、この、ツールツーリブバイっていう、メーカーのハサミです。こちらがそのハサミなんですけれども、このツールズトゥーリブバイっていうメーカーがですね、これ台湾の、ブランドなんですよ。で、台湾に住んでいる、デザイナーの夫婦で、マルコさんとカレンさんっていう人たちがいまして、その人たちがですね、2人でこう作った、ブランドなんですけれども、まあ、今まである古いものにですね、新しい価値を見出して現代の感性でこうリプロダクトしますっていうコンセプトで2013年ぐらいから、やっているブランドですね。で、そのコンセプトの通りなんですけれども、やっぱり作られる製品が全部シンプルで、かつ洗練された、嫌味のないデザインっていう形になっていて、まあ、かつですね、まあ、こう昔の要素を取り入れているので、ちょっと懐かしさも感じるような、作りの文房具を、たくさん作っているメーカーさんです。で、このハサミ自体もですね、特別こう、まあ、奇抜な、形をしていないという、昔ながらのですね、形状をそのまま踏襲しているんですけれども、この素材にはですね、まあ、非常に、硬いステンレスが使われていて、かつ、この持ち手の部分ですね、この指が触れる部分に関しては、ゴム製の素材が使われていて、指にも優しく柔らかく、工夫がされているっていうようなハサミですね。で、こちら刃の部分はですね、日本製で、日本の職人さんが作っていて、ステンレス製の素材になっています。で、この切れ味もですね、申し分なくて、もうこんな感じでサクサクと紙だったり、こういろんなものが切れてしまうっていうような、非常にシンプルなんですけれども、まあ、そこが良さになっているっていうような、昔ながらのですね、いいハサミです。先日ですね、こう僕台湾の方に旅行に行ってきたんですけれども、まあ、その時ですね、ぜひこのツールツーリブバイさんですね、見てみたいなと思って、台湾のこう本店の方にも足を運ばせてもらいました。そしたらですね、まあ、想像していた通りで、非常にこう雰囲気のいい素敵な空間が広がっていて、まあ、より一層ですね、このプロダクトのこうパイになりました。で、このツールツーリブバイさんですね、この、まあ、商品自体も可愛いんですけれども、このパッケージですね、この商品をこう包んでいる、このパッケージの紙もですね、まあ、非常にこう可愛くてこうかっこいいようなデザインになっているので、まあ、そういうところも含めてこのブランドがいいなと思って、他の文房具もですね、まあ、ちょっと今検討しているところです。で、というわけでですね、今日はもう簡単に、まあ、このシンプルな、ハサミについてご紹介をしたんですけれども、まあ正直こうハサミなんで、まあハサミ以上でもハサミ以下でもないんですけれども、まあ、やっぱりこういうところをですね、自分のこう好きなものに、揃えていくと、まあ、ちょっとだけこう自分このハサミを使うときにこう幸せな気持ちになれる、ワクワクした気持ちになれるっていうので、こういうふうにこう自分がときめくものっていうのをどんどん周りに集めていって、そのパズルのピースをつなげて自分の理想の暮らしっていうのをこう作っていければなと思っています。というわけでですね、まあ、今回の動画は以上になるんですけれども、もしこの動画が良かったらですね、チャンネル登録もしくは高評価ですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた、次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバイ。